5月の8日、今日は土曜日、今日も来ました館林、帯木町付近ですか、そこの、散歩ですね。はい、一回り。今日は24度ぐらい外あったんですけどね、車の方は、この駐車場の方はいっぱいですね。はい、なんかいろいろなんかね、ありますけどね。ちょっとね、一回り行きたいと思います。ここを今ちょっとコースを変えて、青田から行っちゃいましょう。行っちゃいまして、はい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 、城間周辺案内図、マップがありますけどね、はい、こんな感じですね。はい、青になりました。パラマカ台になってね、ここよくねありますけどね、記念文化館。はい、向こうから今日は違うルートからね歩いてみますね。館林第二資料館、旧常務モスリン事務所の方がね、向こうの方にありますけど、館林の外の方に、なんか今日は人、なんか子ども科学館なんてね書いてありますけども、昼時だからいないんかな。あ、開館中、向井千秋記念子ども科学館、こんなんね、はい、いますけどね、はい、こんな感じですね。あ、もっと少し長く撮った方がいいかな。はい、で一応記念子ども科学館、入館は15時30分まで、10時から16時って感じですね。やってみたいですよね。はい、でも一人もいないですね。はい、こんな感じですね。はい、あ、ここにね書いてあるね、会長記念子ども科学館、はい、開館中だからやってみたいですね。あ、持ってて入館記念記録誌とか、ね、それでここは初めてですね。ここは鳥居があって、群馬に来たとことはちょっと違うんかな。群馬の池なんてね書いてありますけどね、館林城、城以降、城、群馬の池、こんな感じですね。ここちょっと行ってみましょう。はい、なんか周りにこれね水が張ってるんですよ、こっちはね。はい、今日は土曜日でもね、八幡宮って書いてありますね。こんな感じですね。はい、それで、はい、なんかあんまり来ないみたいですね。草が下の階段の方もね、草が生えてますね、結構ね。はい、これは八幡宮ですね。はい、二礼。これはお賽銭箱はないかな、なんてないですね。はい、でなんかあんまり来てないみたいですね。草が階段にあるからね。これは何なんでしょうね。なんか白いな、何かこれは塗料が垂れたような、こんな感じの、あ、上の方ないか、何か上って垂れたんかな、なんかの葉っぱが出るね。はい、
なんか言ってますね。はい、それなんで向こうへまた戻って、ああお子さんがなんかお母さんと二人連れるね。ますけどね、今度向こう行ってみましょう。近くにいてもね、ここは初めてですね。館林女子校ですね。入れねえんだね。なるほど。信号が赤信号になってますね。まあ、ここ怖いね。第二公園って書いてあるね、ここね。第一、辻ヶ丘公園、第二公園。なるほどね。あ、ここは管理者車両以外は進入禁止ってなってますね。はい、これは向こうから行けるんかなと思ってますけどね。はい、この辺はアジサイですけどね、もうすべてこの辺ね、前回来た時はね、ツツジがいっぱい咲いてましたけどね、もう終わっちゃいますね。あ、なんかアジサイも虫が食ってる、だいぶ葉っぱがなくなってるね、あの辺もうね、だいぶ葉っぱね、あるみたいですね。虫っていうか、毛虫なんでしょうかね。この辺はいくらかあるけど、まあ、だいぶ食われてるね。はい、もう、すっかりともね、ツツジの方の花もね、なくなってますけどね。はい、だから人でもいないですね。そういう感じで。なんかね、駐車場に置いてあるのは、なんか、五匹神社、なんか、骨董市なんていうのね、ありましたね。はい、ここはね、勝負園ですけどね、ここはまだちょっと早いんかなーなんてね、思ってますけどね。とりあえずね、あ、まだ若干、ツツジの方もね、咲いてるところがありますね。花勝負の方も、まだ全然早いですね。ほら、まあやっぱり花が終わっちゃうとね、やっぱり汚らしい感じですね、やっぱりね。はい、あの辺がいくらか咲いてるのかな。そこ行けないんかな。ちょっとこの辺からまだちょっと早いですね。あそこから回れるかな、そんな感じです。誰も今日はいないですね、だからね。こんな感じですけどね。ほら、まあいいや、ツツジはね、なんか汚らしいからね、終わっちゃったやつもね。あれですね、まだこの辺がね、これからなんでしょうね。花勝負もね、向こうの方にお客さんが何人かいますけど、子供の遊び場も向こうにあるけども、アスベチックみたいなのがあるけどね、誰も、あ、一人ぐらいいるんかな、一人二人ね。はい、ツツジの方もこの辺がね、
最後、今年最後のあれかななんてね思ってますけどね、またしばらくしたらね、しようかなと思ってますけどね、はい、この辺はもうまだでもね咲いてますね、この辺はね。こんな感じですね、はい、こんな感じですね。それなんでね、まだだから全然あれですね、そんな感じで、あの辺ちょっと遊んでる子供らとかね、大人の人とかね、リュックしょってる人とかねいますね。はい、そんなんで、はい、冒険の広場、トリムコースって書いてありますね。はい、今日はこれでね、終わりになりますね。はい、ありがとうございます。